北定基地から1939年7月3日は、第二次世界大戦前の日本の歴史学者、文学博士、考古学、民族学も取り入れ、学問研究を進めた。現在の徳島県小松島市に、農民の子として生まれる。串淵小学校、旧姓徳島中学校、第三高等学校を経て、1893年23歳で、 帝国大学文科大学に入学し、歴史研究を学んだ。内田銀蔵や黒板勝美と同級生となった。1896年国史学科を卒業し、同大学院に入学。坪井久米蔵などを指導教官とし、研究題目を日本の歴史地理に定める。この間の1899年、高田重義とも教著で、中東教科書、日本地理。 外国地理を観光する。翌年30歳の時、単著の中東教科書、日本中地理を刊行する。この書は、総論、地方史、住民、政治、制御の参照からなる。その後、同大学で講師を務め、1909年に、平常系の研究、法隆寺再建論争により、東京帝国大学から文学博士の称号を得た。文部省で、 国定教科書の編纂にも従事したが、小学校の歴史教科書に南北長期の北朝、南朝を並べて記述していたため、1911年、南朝を正当とする立場から避難され、休職処分となった。1913年から、京都帝国大学専任講師、1920年から1924年まで、教授。1923年、 前年に設置されたばかりの東北帝国大学国史学研究室の講師となり古代史考古学を担当同研究室早々の基礎を築いた1936年東北では縄文土器を作った人々が鎌倉時代頃まで生活していたのではないかという仮説を立てて山内清夫と論争になった日本歴史地理研究会を組織して学術雑誌 歴史地理を発汗し、古代史、建築史に多大の貢献があった。著作に、読史百は、帝都などがある。郷土史研究の発展にも貢献し、多くの行進を育てた。特に、京都帝大時代に知り合った秋田県出身の深沢、他氏は、慈悲で、秋田草書を刊行したが、北は、その監修者を務めている。仙台市にて69歳で没する。 中央大学教授などを務めた日本古代史の北、新読は長男、北定吉著作集その他、ありがとうございます。